名盤ラジオ前回からの続き。名盤ラジオ爆竹のワンライフワンレスを取り上げて話をしております。拓也です。今回もよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、エルソーです。こんばんは、秀樹です。よろしくお願いします。はい、ワンライフワンレス特集。いや、前回は1曲目 Baby I Want You と2曲目チェックアップで終わってしまいましたが、はい、そうですね。いやー、なかなかやばいっすね、このアルバムは。やっぱりやっぱりやばいんですよ。やばいっすね。予想はしてましたけど、うん、本当になるべくね、抑えようと思ってるんだけどダメですね。もう素晴らしすぎて、やっぱ素晴らしいっすよね。改めて本当に素晴らしい。やっぱすごいアルバムですよ、これは。っていうところでサクサクいきたいんですけど、はい、はい、次3曲目がグラマラス。で、このグラマラスが来るってのがまたね、またそうっすよね。いやいや、ちょっと、かっこよすぎるだろっていうのがもう、うん、ここでこれが来るんだっていうかっこよさ。いやー、いいっす、確かに。うん、どんだけあんのっていう。チェックアップを挟んでのグラマラスっていうところもいいっすね。チェックアップでなんかこうね、めちゃくちゃこう外したロックのかっこよさを、結構笑えるな、みたいな。を表現しつつ、次の3曲目で、めちゃくちゃもう、決め決めのかっこよさというか。そうっすね。これほんとかっこいいもんね。これは、先行シングルとして、まず出てる曲ですけど、これはもう、自分的にはやっぱこのシングルをリアルタイムで買って、まずめっちゃハマったんで、めっちゃかっこいいこの曲って。これ、やっぱシングルで出ててこれを買ったらもうハマるよねっていう。そうですよね。めっちゃかっこいいですね、これは。もうなんか素直にかっこいいなって思いますもんね、これはきっと。いや、もう、のっけのアルペジオから美しいし。美しいですね。美しいよね、あの、あの A メロの入りのもうかっこよさ。水の中のベッドで、君を誘う。数えきれないクリスタル。飲み込んで。君はとってもけなげに何かを探してるけど。いや、もう。帰れない二人がいるだけ。扉をつけるか、もう開けたら、光のシャワーの中へ。あそこ、最高っすよね。もう、やばい、あの、開放感が。もう、これはもう、おっさんが鼻歌歌いやがったって。怒られるかもしれないけども、今回は許していただきたいという。おっさんが楽しそうに歌ってるけど。俺、超か。かっこいいんだよね。扉を突き抜けたら、光のシャワーとか、若干シャウトっぽくなるとこがさ、そう。超かっこいいよね、あれ。やばいっすね、これ。光のシャワーの、もうそこでもうハマりましたもん。ハマる。その中で、ね、その爆竹的な、その、美しさ、美しさと叙情性と、あの、ロック的な荒々しさをさ、この同時に表現してるこの A メロからの B メロだよね。まさにまさに。すごい美しく入るんだけど、そうですね。なよなよしてるわけじゃないっていうか、ふわふわ、ちょっとアンビエント風に、A メロとかまでは入りつつ、B メロでこの、ね、ロック的なシャウトの黒さも入ってくるっていう。ここほんとすごいっすよね、もうこの。この B メロ超かっこいいっすよね。ギャーンって。そうそう。バックもさ、もうバジャーンってくるし。シャーンってこう。そうそうそう。
俺がロックだみたいな。じゃーんって。そう。桜井敦のこのボーカルのかっこよさ。かっこよさ。もうビラを突き抜けた。抜けた光のシャワーの中へ。溶けて消える二人に寝ないよ。いやもう、めまいよもいいんだよな。もういいんだよな。それで落として、ここで。そうそう。低音を響かせてさ、この。そうそう。めまいよ。いや、もう、超かっこいいんすよ。で、このかっこよさも、チェックアップからの流れの、はい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 、このかっこよさなんですよ。確かに、確かに。たまらねえ。もうたまらねえ。ストレートにもいけるぜっていう。そう。あんだけ外したもう、いかれたかっこよさを見せすの。だ、チェックアップはなんか、今井手差しのかっこよさなんですよね。で、グラマラスはその桜井敦のかっこよさというか。このかっこも、このギャップというか、この両方にもうほんと見せられてしまいますよね。この。いやー、ほんとかっこいい。めちゃくちゃかっこいいよね。ここの B メロほんとかっこいいよね。B メロほんとやばいですね。B メロやばいよね。これなんか僕、当時、テレビに出てたやつを見て、何のやつだったか忘れたんですけど、それでそこの部分もうめっちゃかっこよくて、で、岩井さんももうテレビだから、まあ、結局カラオケだから、もう両手離して、聞いてねえんだな、あいつはな、両手離し奏法とか言ってる。両手離し奏法、その、扉を突き抜けたの、ダーンのところで、両手離してやってる。離してるわけだよね。もう、めっちゃかっけえ。そこだよ。それだよ。あそこそうやりたくなりますよね。バーンって。そう。もう、それなんだよね。もう、あれ衝撃だったな、かっこよすぎた、あれ。もうなんか、ほんとなんかエモーションですよね、その。あそこ。あそこ、音的にはちゃんと押さえてね、弾いてなきゃおかしいんだけど。テレビのあの、カラオケを逆手にとって、そう、エモーション的にはもうね、もう両手をこうもう、杉蔵のごとくこう、引けたくなるような、シャーンっていう、うわーっていう、ところを、これをやるってのはやっぱ、これいいよな、ほんと。そこの気持ちよさ、もうたまんないですね。このギターをそうやってやるのもかっこいいよな、ほんとな。いやー、でもこの曲、ほんとその展開的に、割ともう、すぐサビ行くじゃないですか。このイントロとか A メロで、ふわふわーっと始まって、それをなんかこう、繰り返すわけでもなく、即座にサビに行く、なんかそれが、あ、サビっていうか B メロか。それがすごいいいですね。ためたりとかなんかじらしたりためたり変にこねくり回したりしないで、もうストレートにそのまんま行くところが、突き抜けるところにすぐ行くっていう。それがすごい好きだな。そう。ゆうきくん、どうよ、あの B メロは。いや、この B メロは味で B メロ史上最高だと思いますよ、本当に。ほんとこれ、だって最初聞いたときここがサビだと思ってましたからね。ああ。普通に。まあでもある意味そうだよね。いや、なんかこれ聞いてて、あ、ここサビなんだ、この曲と思ったら。いや、そうだよね。ぶち上がるポイントとしては、B メロが一番ぶち上がるもん、ここが一番ハイライトですよね、この曲の中でも、本当に、ね。サビはなんか、もっと、まあ、サビはもうちょっとこう、ちょっと落ち着いて、むしろ聴いてるくらいの感じ、ね、そうそうそう。すごいポップでキャッチーなメロディーなんだけど、テンション的には落ち着いてるとか。そうそうそう。そうなんですよ、そうなんですよ。そういう感じだもんね。いやー、本当に。まさにまさに。ぶち上がるポイントはここだよな。ここですね。扉を突き抜けたら光のシャワーの中へ。そこも一回しか出てこないのがすごいですよね。一周しかしないじゃないですか。それを何回も繰り返すわけではなくて。そうそうそう。そのままこう、すぐサビに入っていくっていう流れ。いやー、超いいっすね。
っぱ B メロ史上最高にかっこいいかもしれない。B メロ史上最高。いや、B メロ史上最高に突き抜けてますよ、ね。そうそうそう。やっぱ桜井敦史っていうボーカリストの声のかっこよさ。うん。うん。っていうのはなんかすごいここで堪能できるというか。うん。堪能できますね。本当に。あの人って結構ね、甘く歌うこともできるし、こういうすごい勢い、ロック的な勢いのあるかっこよさもやっぱ表現できるんだなっていうのは、ここですごい感じるよね。ラリノシャワーの中へっていうのは。いやー、ほんとかっこいいですね、あそこ。あそこ痺れるもん。痺れる、ほんとに痺れる。ラリノシャワーの。いやー、いいえ、めっちゃいい。ラリノを突き抜けたら。ラリノシャワーの中へ。あの歌い方がかっこいいんだよな、かっこいい、かっこいい。もう何とも言えないっすね。何とも言えない。いやー。いやー、でもそっからほんと、そっからその、メーマーイオー。よー。すごい落とすところがね、やっぱ、低音もあっちゃんのすごい特徴だし。そうなんですよね。上げといて落として。上げといて、そこで落としてサビに行くっていう、ね。そこで落とすっていう、すごいよね。サビに行く前のあの電子音もすごい好きなんですよね。ペンプクプクちょっと待って、わかるわかるわかる。ちょっと待って。あわかるね。確かに確かに。あれもすごい好きで、なんかあの、昔って、あの、なんかバンドサウンド以外入ってるとみたいなのってやっぱ、はいはいはい。もっと前はあったんですけど、この2000年ぐらいになるともうそれ割ともうなくなってたんで、その感覚。もうこう、そういういろんなが、なんか音を取り入れるってことに抵抗ないよね。ない。だからこの頃もすごいウェルカム、そういうの。あ、面白い面白いみたいな感じになってたんで、すごいすんなりそれも含めて受け入れるっていう。ルルルルルルって。そう。もうそういうの。そうそうそう。サビの裏でもずっと、トゥルッテ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 ッってなってるよね。そういう、そういうのがいいんだよね。いい、すごい。多分、その、自分的にも、そういうのが受け入れられる時期になってるというか。ちょうどそこにマッチしたんですよ。そうそうそう。そこにちょうどハマってるんですよ。うん、まさに。もっと前だと、ほんとね、やっぱ、バンドでできる音じゃないと受け入れられないみたいな。そうですね。やっぱその時期ありますからね。ノーシンセサイザーズ・ジャスティスみたいな、うん。それがジャスティスっていう時期はあったし。そうですね。あったから。うん、もう。ノーシンセサイザー原理主義みたいな感じになってます。そうそうそう。ドラムとベースとギターとボーカルで、やれる音じゃないと。そう。うん、それ以外は邪道みたいな時期。そうなんですよ。うん、まあ、もうちょっと前にあったんですけど。うん。ノンシンセサイザーのこのルナシーとか。うん、ルナシーとか、ほんともうそう。5人が出せる音で。そうそうそう。そう。その精神だよ、みたいな感じだった。そうそうそう。うん、ねえ。ほんとそうそう。まあそこからこう。それもね、変わり、やっぱ。ね、うん、変わり、うん。もっとなんかね。音楽的に面白ければ何でもいいじゃんっていう。そう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 。ぐらい、そういう感じだよね。うん。うん。だそこにすごい、ドハマりしたというか、マッチングしたっていう感じですよね。ですね。うん。このサビもな、ほんとな。トゥルッテトゥッテトゥルッテトゥルッテ。後ろで鳴ってるよね。後ろで。ギオうめえな、ギオうめえ。あれなかなか声に出せないよね。あの音これちょっといけちゃったな。まあ、サビもサビでいいけどね。ね、サビもサビでもう、うん、サビもね、ちょっとサビで好きなのが、さよならおやすみっていうそこがすごい好き。はい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 。あそこすごい好きだよ。なんかね、あそこだけなんだろう。君の中。そこそこ。さよならおやすみって。さよならおやすみって、その、ね、フレーズがなんか、なんだろう。いいよね、そこだけ、うん。か何かを思い出させるんだよな。おー。うん。
何か思い出す。何か思い出させるんですけど、何かがわからない。なんだろう、なんかわかんないですけどね。秀樹くんの原体験というか。何ですかね。記憶にないぐらいのね。みんなの歌とかのなんか、そうそうそう。さよなら、おやすみ、また、明日、みたいな。なのか、お前さ、また脱線するじゃねえか、それ。それを言うってことは、その曲知ってるよね。おはよう、おやすみ、こんにちは、こんばんは。あの曲、超いいよね。あの曲めちゃくちゃ好きなんだよな。そうだ、曲の。なんか、さよならおやすみから、ね。そう、みんなの歌の、あの挨拶の歌ね。そうなんですよ。そうなんです。それでしょ？なんかそれを、ね、ちょっと連想してしまったのかな。こんにちは、こんばんは。ありがとう、おやすみなさいって。あれの作曲って高見沢なの知ってた？そうですか。あれ楽曲アルフィーなんだよ。そうなんすか。そう。いやーなんかじゃあ。いやそこに。そこに。なるほどなー。すげえとこ来たなどうだ。そうだね。そういうなんか原体験を刺激するような。フレーズだったんだね、はいはいはい、その。そうさよならおやすみ。さよならおやすみ。そこのさよならおやすみっていう。意味のないなんか。いいね、いいね。さよならおやすみってなかなか続けないじゃないですか、そのフレーズ2つ。うん、意外と。そうね。なんか、うん。なんかね、すごい。うん、いや、すごいよね、これ、さよならおやすみ、君の中って。うん。そうだね。すごいよ、うん、この。すごいんすよね。この詩。いや。このアルバムは、その、ね、作詞的な、歌詞的な意味でも結構なんか文学性、極まってるなというか、うんうんうん。今までのアルバム以上になんか、すごい文学性を感じる。わかるわかる。それをすごく、なんていうのかな、すごい悩んでそれをひねり出してるっていう感じじゃなくて、すごいポンって出してる感じがする。うん、そうなんだよね。うん、そう。ああ、なるほど。すごいなんかもう、うん、思いついたのポンって出しましたみたいな、うん。で、それがもうすごい最高になってるっていうか。確かに。なんか、そうなんですよ。ひねり出した感はあんま確かにないかもしれない。ひねり出した感ないよね。あの、69とか、うん、あの頃は、すごいなんか、こう、ペンとノートにこう、すごい書いて、ひねり出してすりつぶして、もう、ブックス、ブギューってやって出した感じの。そう。そう。だけど、これはもうなんか、サラサラっとこう、うん、すごいもう思い浮かんで、一発目になんか、うん歌ったのがそのまんまそれになってますみたいな、うんうん、そういう気すらするっていうか、うんうん、本当まさにそんな印象ありますよね、うん、これ以前のアルバムは結構なんかね悩んでひねり出してみたいな、うん、そうっていうのは結構なんか感じるところがあって、うん、でもこのアルバムはなんかポンと出してなんかそれがすごい文学的に響いてるというか、うんそういう感じするんですよね。そうですね。なんか歌い方とかも自然な感じしますもんね、なんとなく。うんうん、だ本人的になんかどうだったのかはわかんないんですけど、すごい悩んで出してたのかもしれないけど、うん、なんか聞いた印象としてはすごい、スッと自分の中にあったものを素直に出してみたら、うん、それがすごい、文学的であり、それがすごい音にもマッチングしててっていう、うん、なんかそういう印象はすごいありますよね、このアルバムは。うん、でもまあ、そんな感じのことは言ってた気がしますね。うん、ああ、そうなんだ。そんなに悩まなかったというか、自分の中から自然に出た感じという感じなのかな。うん、そのメロディーとか歌の気持ちよさを重視に、その詞もつけてるみたいな。
だから割ともう自然に出たものをそのまんまって感じなんだろうなっていう。ああ、なるほどね。気はする。これでも本当すごい自然ですもんね。メロディーに合ってるっていうか。そうなんだよね。自然に出たのがなんかメロディーにちゃんと合ってるっていう感じ。うん。本当そういう感じするもん。なんか聞いててそういう印象があるんですよね。いやー、このグラマラスとかもほんともっとバンドの代表曲になってもいいと思うんだけどな。バンドの代表曲じゃないのこれ。わかんないけど。いやー、多分そうじゃないんじゃないですか。そうでもないんで、そうでもないのか。そうだったら15位になってないですよね。いやー、もう15位とかおかしいよ。もう俺それ納得いかねえんだよな。確かに、いやー。上位5位には入ってるでしょう、うん、と思うんですけどね。いやー、この B メロやばいっすよ、本当に。あそこのかっこよさと気持ちよさは、本当、すごいよね。すごいっすね。もう聞いてると、ジャーンってやりたくなりますもんね。両手話でね。両手話で。そのじゃあめっちゃ気持ちいいんだろうな。めちゃくちゃ気持ちよさそう。いやー、これ大好きだな、本当に。グラマラスは。まあなんか、こっから入ったって言ってもいいんで、もうすごい思い入れのある曲ですね、グラマラスは。あー、なるほど、ね。これも PV もかっこいいんだよな。PV でね、かけてるあっちゃんのサングラスが欲しくて、当時。おー、どういう、めちゃくちゃこれ、なんてやつだろうって、めっちゃこう、当時ね、まだ駆け出しのインターネットを使って、いろいろ調べたりとかしてたな。PV 見たりして。そう。いや、かっこいいんだよ、サングラスが。ビジュアル系あるあるじゃないけど、サングラスのかっこよさみたいなのあるよね。ありますよね。俺もヒデモデルのとか、すげえ、買ってたもんな。いやー、これね、聞いてる人も多分ね、共感してもらえると思うな。グラマラスのあっちゃんのサングラスって。あれね、欲しかったんすよ。いやー、この時な、デスタテレビもかっこよかったんだよな。そのさっきもちょっと言いましたけど。確か、なんかのやつで、グラマラスと悪の花を演奏してて。それがね、めちゃくちゃかっこよかったんだよな。悪の花もそれ見て。結構もうそれでハマったと言ってもいいぐらいですからね。割と動いてるやつ見たの、やっぱそれが初めてぐらいで。まあそれまで BT とか聞いたりとかして、で、リアルタイムの爆竹ってのでその、グラマラス聞いたりしてたけど、動いてるやつをそのグラマラスの、まあカラオケですけどやってるやつとか、悪の花も見て、それでハマった感じありましたからね、やっぱ。確信したっていうか、決定的になったみたいな。いやー、グラマラスはほんと好きだなー。これはいいっすよね。これしかもシングルのカップリングのトランスっていう曲もめちゃくちゃいいんですよね。あ、そうなんだ。俺それ聞いたことないな。星の作曲で、割とミディアムな感じなんですけど、めちゃくちゃこれも好きで、これもよく聞いてたんですよね。いやもう最高じゃんと思って、1曲目グラマラスで2曲目トランスっていう。いやでもちょっと探してみよう。聞いてみたいですね。トランスはでもおすすめですね。グラマラスのカップリングか。はい。じゃあ、次行きますか。次、4曲目ですね。はい。来ましたね。サイボーグドリー、空耳ファントム。やばい。これはね、もう。やっぱり、やっぱこのアルバムはやっぱちょっとテンションがおかしいというこれはなるほどね。そうか、もうなんか曲名見た段階でもう あれかってなりますよね。
マイマイ、マイマイさんの。マイマイタイムだなって。マイマイタイムかと。これはもう本当に。違いなく思いますよ、これは。これ、ヒデ君も思ったでしょ。こう、これ、それだろうって。これはもう、これはもうそれでしょって、間違いないなと思ったよ、ね。そしたら案の定。わかりやすく。いや、案の定。めちゃくちゃ案の定だったもん。案の定、まあね、期待通りだ。アルバムを手に取った段階で、あ、これはマイマイ曲なんだなって思いましたね。ラインナップこうざっと見た時点でもうそう、うんうん。実際聞いてみたら、そこに至る前に、2曲目にマイマイ曲が。あ、ここで実はだったんかい、みたいなのがありますけど。いや、やっぱ案の定かと。ここもやっぱりそれだったと。より空耳。いやこれまずタイトルすごいっすよね。うん、もうすごいっすね。タイトル、サイボーグっていう、その、あのね、もう、サイボーグ。当て字がね。それがまたしかもなんか、しっくりくるじゃないですか。うん、合ってるんですよね。すごいなっていう。細胞の具ですよね。細胞の具ですよね。細胞の具であり、サイボーグなんですよね。すごいなぁ。ドリー。これをさ、そのなんか、コロンで繋いでるやつだ、意味って、何これ。またこんな、こういう空耳、ファントムって。こんな形式のタイトル見たことない。そう。こういう繋ぎ方でありなのっていう。そう。空耳ってまたカタカナで空耳だね。ねえ。もう、不思議すぎるよね。あれなのかな、まあ、空耳って、って歌詞でも出てくるのね。空耳が聞こえる。空耳が聞こえるって言ってるよね。空耳ってカタカナにしてるかなんか、空耳っていう音階が出てくるとか、そういう話だったりもするんですか、ね、ああ、そういうことなんか、それで空耳って呼ばれててみたいな。なるほど。空耳が聞こえるっつってさ、なんかこう、で、ボサノバが始まるっつって、そのボサノバっぽい、はい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 。フレーズのところが空耳の。ソーラー耳ってこととかなってるとかね。わかんないよ。全然音階わかんないから。なるほど。全く。深いね、なんか。ありそうじゃない？なんか意外と。意外と。深い。あえてカタカナにしてんのはなんか。ね。ありそうかなっていう。うん。いろいろな意味があるかもしれない。逆に最初なんか空耳つってなんか、音でこう言ってたのが逆にタイトルに。うん、空耳じゃん、みたいな、うん。なるほど。あるんじゃない？その説。わかんないけど。でもあのテーマ的な、てん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 て、そんな耳。耳が聞こえるって、そんな耳。あれ空耳なのかな？それが空耳だったらこれなかなか。音階的に？そう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 。そんな耳。そうかもしれないね。いや、そうかもしれないな。うん。仮にも音楽をやってた連中がバカなんだって。そうですね。ちょっと待って、と。あ、そうかもしんねえ。おぉ。やばい。ドレミでしょ？あ、そう、そうだ、耳。あ、そうだわ。おぉ、やばい。あの、タン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 っていう、はいはいはい、この曲のタン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 タタタタタタン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 ってあるじゃないですか。はい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 、はい、このタン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 が空耳だわ。おお、やばいやばい。タン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 ですね。そう、それ空耳ですわ。うわ、怖っ怖っ。すごいな。これすごくない？これ。あ、そうなんだ。そういうことだったんだ。すごいすごいすごい、これは。すごいね。やばい。いや、ちょっと鳥肌立ったわ。この曲の最後にさ、
はいはいはい。一番最後に、ポンパンパンパン、ポンパンパンパンつって終わるじゃん。終わりますね。あの聞こえ方が、なんかまさに空耳だなとか。はい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 。空耳的に聞こえ、あの音が聞こえて終わってくんだなって。はいはい、あ、でも音階自体もそうだったんだっていう。やばいっすね。ああ、やばいね。やばいやばい。ああ、そうだわ。あ、本当にそうっすね。確かに。でしょ？今、ピアノアプリを落としましたよ。ソーラー耳だ、本当に。ソーラー耳ですよ、ね。ソーラー耳が、たた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 やべえな、今。空耳、空耳。すごい。そうそうそう。空耳が聞こえた。それが空耳だわ。空耳が聞こえた。すっごい。やばいっすね。すごいの仕込んでる。まさかそこで、こんな盛り上がるとは。確かに。なるほど。じゃあ、そういうことだったんだ。そういうことですよ。そういうことなんだわ。空耳。そういうことですわ、これ。怖、初めて知ったわ。いや、これなかなかないっしょ、これ。この、この解釈。すごい。ドリーとか言う前にそこで盛り上がってる。これからまだドリー控えてるけどね。ドリーの、ドリー言わないと。ドリーやばい。ドリーで盛り上がるぞってちょっと思ってたんだけど。空耳でまさかこんな。すごい。やばいぞ、名盤ラジオ。あのフレーズ空耳だったんだ。超面白いじゃん。いや、すごいな。うわ、ほんとだ。今日一びっくりした。うわぁ、マジだ。やばい。すごいね。本当にそうだったね、これ。適当に言ってたら。適当それも怖いわ。いや、でもなんでカタカナなんだろうな、っていう。あ、だからなんか、うすうすこう思ってたけど、まさかそんなみたいな。検証したらでもそうだったって確かにすごいですね。すごい。仕込んでるな、本当にこの人。すごいですね。いやでもそのメロディーを空耳が、メロディーが、音階が空耳なわけじゃないですか。それを歌詞に。でね、そうだね。てか気づかないぐらいめちゃくちゃ自然に空耳っていうその日本語に落とし込んで、うん、それをさらに歌詞に落とし込んじゃってるわけですから、うんうん、そうですよね、うん、全く違和感なく落とし込んでますもんね。天才すぎるだろ。普通に空耳が聞こえる。天才すごいな、ほんとすごいの仕組んでますね、これ。遊びがすごいですね、遊び心っていうか。え、これ気づいてる人いるの？いないじゃん、もう。この空耳が。我々がこう初めてここで。いやいや、でも音階わかる人ならわかるんじゃね。ああ、まあ、まあ、絶対音階持ってた、まあ、絶対音階ある人だったら普通に空耳って聞こえてるんでしょうね、元から。はいはい、そっかそっか。なるほどな。言わないだけでみんな。うん。ああ、はいはいって思ってたのかもしれない、みんな。なるほど、なるほど。いやー、なんかみんなで話してみるもんですね、こういうのは。うん、そうっすね。確かにその。人によれば文殊の知恵っていうことですね。うん。空耳がなんかカタカナ表記なところでなんか引っかかる部分は確かにあったけど、うん、そう言われてみたら、ああ、そういうことみたいな。で、実際弾いてみたら、あ、マジじゃんって。うわーって、うわーって、うわーって、怖って。うそーって感じでしたね。なるほどね。いや、後ろにドリーいないですか？大丈夫ですか？いや、怖っ。ドリーいるでしょう、これ。肉体本物っすか？ドリーが。ドリーが4匹ぐらいいるかもしれない。
個性がインフレ頭打ちだよね、これね。いやー、これはでもほんと、歌、すごいっすもんね。いやー、歌すごいよ、これ。この、だいぶこれ歌ってますよね、相当。これも歌ってるよね。これ一番歌ってるぐらい歌ってるんじゃないですか、これ。この曲。そうだね。すごいですね。救われたいなんて思わない。救われたいなんて思わない。存在自体自体。俺はシンプル。そうさ、大体俺がオリジナル。オリジナル。これもすごい。これ、そこを歌ってくれてありがとうって感じだよね。そうさ、大体俺がオリジナル。まあなんかそこのワンフレーズだけ歌うのかなと思いきや、眠れない夜鳥は増えるほら自撮りを同じ顔サイボーグは鳥の夢を見るか柵を飛び越える難しいそこあ割と歌うんだってめっちゃ歌ってますもんねそうなんかね結構割と一生懸命歌ってる人が。一生懸命ですね。サイボーグは、サイボーグは、つったね。サイボーグはどれいいの夢を見るか。ちょっと早口になってるとこいいっすね。ちょっと早口。サイボーグは。無理やりあそこの、あそこの早口のところと、あと、サイボーグはどれいいの夢を見るかって、ちょっとリズムを取ってるところが、ちょっと面白い。夢を見るか。見るか。そうですね。そこ確かにいいっすね。夢を見るか。見るかって、そこで。夢を見るかは確かに。ちゃんとスタッカート、ちゃんとスタッカートしてるというかね。夢を見るかって。柵を飛び越える。割と譜面通りに歌おうとしてるところがちょっと可愛いんですよね。で僕は鳥の夢を見るかって。ちゃんとやってるから、ね。わかる。めっちゃわかる。ここ結構可愛いっすよね。なんか。そう。割とダルッとダルッと行くわけじゃないんだみたいな。だから。そう。いやー、ここなんか、伴奏っていうか、バッキングもめっちゃ好きなんですよね。うん、なんかこう、レゲエっぽくなるじゃないですか。めっちゃいい。そう、うん、これもすっごいいいんだよな、うん。めっちゃいいっすよね、ここ。スチャンスチャンスチャンっていう。あすごいいいよね。めっちゃ合ってるよね。チャンス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 チャン。ほんと、ここでこういうレゲエっぽい感じの要素を取り込んできて、そうね、リズム的にはそうだもんね。リゲエのチャンツチャって、でそこにこの空耳が重なりつつ、タン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 って、いやすごいなこの曲本当に。いやーこれはいいな。うん、演奏も超面白いし歌詞も超面白いっていうし歌も面白い。歌詞的にはもうなんかね、あれだよね。ブレードランナーだよね。あー、ブレードランナーですね、これ。うん、この、サイボーグはドリー。サイボーグの、ま、クローンというか。ドリーの夢を見るかっても、うん、ね、あの、ブレードランナーの原作の現代がね、あの電気羊は、アンドロイドは電気羊の夢見るから。ああ、そうだ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 。なるほど。思いっきりかけてるというか。思いっきりかけ、そうなんですね。まあ、うん。今井さんの得意なところですよね。もうあの世界観大好きですもんね。完全に世界観、ブレードランナーの世界観ですよね。確かに。ドリー、そうですよね、うん。そういうクローンっていうか。ドリーもそうだもんね。世界初の。ドリーもそうですよね。うん、クローン羊の。その辺をうまく開けてきやがると、うん、です。そこに空耳をかけてきやがるといやーこれ発見ですなー。いやーすごい、これは発見ですね。確かにこれでも歌詞もね、一度生まれて一度死ぬ、あ
これはもうワンライフワンですってことですね。ワンライフワンです、ね。だからここから撮ってるってことですよね。きっと。撮ってるのか、まぁ、あ、ちょっとどっちが先でどっちがあれかわかんないけど。まあでも、こっからなんじゃないのかな。ここがやっぱアルバムを象徴するフレーズっていうことなんだよね。まあでも結構やっぱ、そもそもの歌詞というかテーマとして、やっぱ桜井さんはやっぱ死っていうのが、共通して主題には来るものだから、そこはやっぱあるみたいですね。いずれにしろっていうところで。すごいなんか、生と死というかね、なんかその死生観というか、そういうところを歌詞で表現するタイプの作詞家ですよね。そうですね。そこはやっぱ変わらず持ってて、まあそこはやっぱあの狂った太陽期の桜がそういうターニングポイントになってるっていうところは言ってますけどね。まあサイボーグドリーは今井さん作詞ですけど。いやいいですね。あこれはね。ドリーが一匹、ドリーが一匹。これは、これすごいよ、ほんと。俺の入れ物本物か。ドリーが三匹、ドリーが四匹数える。俺はサイボーグ。ドリーが一匹、ドリーが二匹とかもう、ほんとに一回聞いたら忘れないですよね、この歌詞。すごいインパクト。やばいっすよね。やばい。ほら、後ろに同じ顔ってね。ドリーは増えるって。この辺がすごい、その、ね、SF モチーフにしながら、ものすごいこの現実世界を皮肉ってるというか。ああ、はいはい。個性だ、個性だっつって。個性がインフレ頭打ちしてんじゃねえのみたいな。その辺をかなり。誰も彼もが個性を叫んで、結局同じになってんじゃねえのとかさ、同じ顔じゃねえかとかさ、その辺のなんか、その辺のなんか、感じが痛快というか。そうですね。今井久志らしい表現だなって。その辺の皮肉というか。皮肉ってますよね。そうそう、めちゃ、そうそうそう、めちゃくちゃ皮肉ってる感じがね、すごい、ロック的に感じますね。いいな個性がインフレ頭打ちってすげえよな。よくそんな言葉出てくんなっていう。本当に。それはまさに現代社会を皮肉ってる言葉として、それは、そう、俺まさにだなとか思いつつ。すごいっすね。面白い。やっぱすごいアーティストだな。こんな歌詞書けないですもん、ほんと。すごいな。いろんなね、なんかダブルミーニング、トリプルミーニングぐらいしながら、現実世界を皮肉るというか、シニカルに、シニカルな視点で見るという、すごいロック的な表現、実現してるなって感じがしますね。いやー、この曲は本当に、すごい聴いてたな俺はね、今までやっぱ爆竹聴いてた人からしたら本当、たまんない曲ですもんね。ねえ。これみんな好きでしょ、この曲。爆竹。これはもう、これぞやってくれたなって感じの曲ですもんね、ねこれは。いやこれほんとやってくれたなだよな、うん。やってくれたなだよね、ほんとに。めっちゃこれ聞いてたもん、最近。このアルバム聞いてなんか、チェックアップとこの曲もめちゃくちゃ聴いてた時期があったなって。そうですね。やっぱめちゃくちゃリピートしてた時期はあったなっていうのは思いますね。やっぱこの二つが癖になるっていうか。やっぱ岩井の、岩井ボーカルかっこいいんだよなっていう。かっこいい。かっこいい。さんさんいじってますけど。いじってるというか、なんか。ねえ、面白くもあり、おっかなくもありなんだけど、かっこいいんだよね。かっこいいですよ。かっこいい、かっこいい。かっこいいですよね。
いや、こういう掛け合い、やっぱ憧れますもんね。憧れる、あ、もうやっぱこれやりたいなって思います。うん、その、あの、X のさ、はい。あの、ライブ版のスタンミンザバックとかさ、はい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 。あるじゃん、トシとヒデの。はいはい。とか、はいはいはい。うん。あと、スカーズとかもそうだし、うん、ヒデがこう、サイドボーカルで入って掛け合いする。はい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 、はい。ウィークエンドも、ウィークエンドとかも。そうそうそう。うん、あれの、もう、あれのかっこよさが、ここにもあるって感じですよね。爆竹の、桜井厚と今井久志の掛け合いって、そこにすごいなんか似た感触のかっこよさがあるなっていう。そうですね。ありますね。確かに。いやー、これもかっこいいもんな、普通に。存在自体って。あそこ入ってくるところ超かっこいいですよね。この曲、自分がバンドでこれやってたら、やっぱこれ聴けって なりますもんね。なんか、これ、恥ずかしくないっつうか、もう自信を持って聴かせる曲みたいな、なんか、これを喰らえって感じになりますけど、ね。いやー。あのね、正統派なというか、割と歌がちゃんとしてるボーカリストと、そのなんかね、切れ者の2番手じゃないですけど、頭のイカれたサイドのやつが、掛け合いで入ってくるかっこよさみたいな。そこがなんか、トシとヒデと、その桜井敦史と今井久志の、すっごい共通点を感じるんですよ、ね。確かに。わかるな。そこがめちゃくちゃかっこよくて、めちゃくちゃ好きなんだよっていうのを、そこをなんか両方に感じますよね。確かに。で、この曲はそれをすごい感じる構成になってるというかね。そうそうそう、役割分担的な、それをやるがための曲みたいに作ってるのがもう、最高にかっこいいですよね。かっこいい。じゃあ次行きますかね。はい。次が、カイン5曲目。この曲は割となんか桜井さん的な世界観なのかなっていう感じがしますね。結構シリアスな感じの曲ですよね。かっこいいですよね、サウンドすごい。いや、これいいよね。ヘビーな感じで。これもね、ベースもまたこれめっちゃいいし、なんかすごいな。ベース結構 A メロ部分とか、なんだろう、結構ブリブリしててすごい好きなんですよね。いや、ゆうたさん、なんか本当すごいなって思うんですよね。なんかめちゃくちゃセンスいい人だなっていう。かっこいいです。この曲割となんかイントロとかで面白いなって思うな。ギターがブーンって終わるじゃん。はい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 。イントロそれだけなんかいみたいな。確かに確かに。あれがすげえ個人的なツボなんですよね。うんって。で、もうボーカル入ってくるみたいな。あれ、俺はだらららら。ら感想とかもそうだもんね。いやん、うん。ワーミーでオクターブ下げただけみたいなさ。それだけでやるんかいみたいなのは、やっぱさすがのセンスだなっていう。そこが結構好きだったりします。確かに。いや、本当すごいっすね。なんか。ベーン。ブーン。ワン。それだけで終わるんかい。フレーズにもなってねえみたいな。なかなかこうね、捉えどころのない曲なんですけど、でもめちゃくちゃかっこいいんですよね。いやー、これでもかっこいいっすよね。いいよね。歌とかなんか普通にちゃんと聴けばっていうか、すごい。いいっすよね。B 面を、ひわいなライン、見たらサイン、漂う。ここでそれ来るのかって。これ B メロだったんだ、みたいな。あの、出だしの。
それをそっか出だしで使ってね。なようなく、うん、今夜十字を背に暗闇なしで、そう、そっからもなんか、ね、その命がけで、これめっちゃかっこよくないですか？そこかっこいい、すごいサウンドがもう分厚くなってくる感じ。分厚くなってね。ね、うん。いや、この曲すげえかっこいいんだよな。うん。結構、なんて言うんだろう。アルバムの流れ的に、ここでちょっと一段落というか。そう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 。うん、もう完全にそうっすよ。わかりますね。うん、なんかちょっとエンディングがすごすぎて。そうそうそう。エンディングテーマ感ちょっとあるな。なんかテンション高すぎて。そうですね。だここでこう一段落みたいな、うん。なんか前半戦終了みたいな感じのところある、ね。そういう位置づけの曲なのかなーって聞いてると、うん、めちゃくちゃかっこいいみたいな。いやーでもほんとそうですね。他すごすぎてちょっと埋もれがちですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいっていう。そう。これがすごいかっこいいのがもう、このアルバムがただごとではないというか、本当強さですよね。うん、そうですね、確かに。流れ的にはなんかここでこう一つ落ちるというかね、うん、落ち着く。一旦ちょっとね、落ち着こうかみたいな。そう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 。それが、それが流れじゃんみたいな、セオリーじゃんみたいなところで、その、テンションが下がってないっていうのが、結構この、ね、この曲一つポイントだなって思いますよね。なんか落ち着かせつつテンションを保ってるっていう感じが、ね。そう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 。そう。確かに。入りとかもね。うん。それだけで、さっきも言ったけど、それだけで入るんかいっていう。よくなんか、捉えどころのない、よくわからない曲なのかなと思いつつ、サビですげえかっこよくなっていくっていう。B メロからちゃんと盛り上がってサビで分厚くなって。嘆きの会って、そうかっこいいってなる。かっこいいっすよね。ちゃんと盛り上がっていくっていうところがね。いやー、普通にかっこいいもんな、これ。いい、めちゃくちゃいいんだよね。いい。この曲は結構、このアルバムの、このなんかシリアスさといいっすよね。そうそうそう。そうだよね。この曲がなんかすごいシリアスな感じで、かっこいいって感じしますもんね。かっこいいかっこいい。そうですね。まあなんかこのアルバムを聴いてて、ここでこう、ガクッと落ちなかったのが一つのポイントかなっていうのは。そうですね。ここでもめちゃくちゃかっこいい曲が来てるっていうのが、あ、もうなんかこのテンションでずっと行くのかな、みたいな。俺はちょっとやべえ名盤になっちまうだろう、みたいなのが。そうですね。ここですごい感じたっていうのはあります、ね。感じますね、うん。はい。じゃあ、5曲目、カインまで話したということで、今回はまたここで一旦、区切って、なるほど。また次、後半戦ですね、アルバム。はい。続きやっていきますという感じです。はい。はい。次回へ続きます。